どうも、こんばんは、エネムです。今回は、東京グール R イコールトゥイグジスト、米林最古副班長バージョンを使って、このキャラクターの魅力を解説していきたいと思います。では、行きましょう。副班長になった最古、めちゃくちゃ可愛いっすよね。漫画でもアニメでも、このゲームでもね。で、まずは通常攻撃なんですけど、クイーン系撲殺2号で、はい、三連撃。なんか、モンハンのハンマーみたいな、そういう動きしますよね。叩いて叩いて、打ち上げると。で、次、クイーン系攻撃1がですね、マッチョ、輪郭のマッチョカグネで押しつぶすと。で、これね、チャージもできるんですよ。ちょっと今、ゲージなくなったからあれだけど。で、チャージし、あらら、今みたいにね、このチャージすると隙がすげえ、生まれるんで。よいしょ。ただ、打った時、ほぼほぼ雑魚的なら一発で吹き飛びますね。チャージして、よいしょ！ OK！ で、クイーン系攻撃2がですね、よいしょ！打ち上げと。はい。結構広範囲の敵打ち上がるんでね。よいしょ！他のカグネとかの打ち上げとかだと、まあ大体ちょっとね、前方だけの敵なんですけど、最後のカグネすげえ範囲広いですね。よいしょ！まあ、見てもらったら分かる通り、打つまでにちょっと隙が生まれるんですけど。で、ちょっと必殺技見せたいね。必殺技は、ちょっと敵がもうちょい出てきてからしようか。はい。で、動きがすげえ可愛いんだよ。ちょっと見てて、これ。はい。分かる？この 阿波踊りみたいな。はい。よいしょ！みたいな。で、クイーン攻撃1のモーションもすげえ可愛くて。ほら、見てこれ。このチャージしてる感じ。よいしょ！爽快感がすごいんだよ。このキャラクターはよ。で、次、必殺技ですね。必殺は、出して、右殴って、左殴って、押しつぶす、両手で。はい。これもすげえ広範囲の高火力技なんでね、すっきりしたい方におすすめですね。まあ、こいつは本当素早く、なんて言うんだろう、連撃で戦うというよりかは、もうでかい攻撃を、ゆっくりゆっくり打って、なぎ倒していくみたいな。銃像みたいにこうね、パパパパパーみたいな攻撃ではなくて、まあ、重造もジェイソン使うとちょっと動きは、呪いかなって感じもするんですけど。はい。で、あとはあれだね。射撃か。次、射撃だね。射撃は、この、ハイヤーマインドみたいな。見てこれ。ハイヤーマインドみたいなさ。小型ハイヤーマインドみたいな。クイーン系を撃ちます。で、一応これね、円がいいっていう射撃系のクイーン系なんだけど、次の弾を撃つまでにちょっと遅いし、一発一発だし、まあ弱いかなと思ったんですけど、かなり火力が高いのと、あと爆発してるんで近くに敵がいたらね、誘爆するんですよ。で、火力高いんで雑魚敵なら、まあ一発で吹き飛びますね。はい。やべえな。あ、必殺技じゃない、覚醒見せないから、とりあえず、よいしょ、ゲージを貯めていくか。追撃を積極的に入れて、よいしょ。で、追撃で HP をゼロにすると、もう一回追撃を入れるっていうね、倒れた後に。これ結構いい。小技？小ネタ？みたいな。そんな感じです。だから追撃入れるタイミングとか結構大事ですね。ギリギリまで削って。よいしょ。チャージして、よいしょ。打ち上げて、どすこい。はい。はい。追撃を入れて、もうちょい殴れたかな、今の。はい。よいしょ。打ち上げて、やばいな。ちょっと回復したい、回復したい、回復。で、覚醒しようか、そろそろ。働きます。で、覚醒後は常にカグネが出た状態で、まあ、攻撃したらカグネが出るんだけど、通常攻撃はこのすっごい速い殴り。右、左、ドカーン。で、三角丸はまあ、あれですね。さっき見せたクイーン系攻撃1と2ですね。この通常攻撃のこの速い殴りを、はい、今までのろかったカグネの動きはもう嘘のようにね、すっごい速さで殴ることができます。で、今のが覚醒ですね。とりあえず、じゃあもう、あとは覚醒ゲージというか必殺技ゲージも溜まることないと思うんで、普通に戦っていきますか。まあね、一発だからね、もっともっと打ちたいと思ってこう、三角丸を連打しがちなんですけど、そんなことをしてると必殺技ゲージがいつの間にか減ってますね。はい。チャージして、よいしょ。はい。はい。よいしょ。押しつぶす。もうね、このチャージでよ、このチャージがもうこの、雑魚敵の軍団の中に突き刺さった時のこの爽快感といったら、ものすごいっすよ。あい、向こう行くか。おら、あやとくんかな。あやと。おい、
動き回るな。こっちは狙い定めるのに結構必死なんだよ。ウサギさんか？やばい、あれじゃん、マッチョもいるじゃん。ほら、よよ、マッチョね、タロちゃん、よいしょ、偽タロちゃんみたいにいる。いい、おら、マッチョにはマッチョや、おら。まあ、あの今回副班長バージョンですけど、普通の一期の時ですね、アニメ一期の時のサイコなら、イソギンチャクみたいな、あのノロを真っ二つに無事抜いたやつ、ちょっとうねうねしたあるじゃないですか、あのカグネですね。はい、ということで、今回は米林サイコ副班長バージョンの魅力解説でした。もう僕最近はね、もうサイコばっか使ってますね。うん、なんか爽快感、ほんと爽快感がすごいんですよ、こいつは。うん。覚醒した時のあの腕を素早くぶん回すの。あれ気持ちよすぎるから。ぜひとも皆さん使ってみてください。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。